た。思ったよりもさ、すごいグワーってご飯食べちゃって、さっきちょっとお外に出たんですね。で、私はそう、お外に出て、お外に出てパッて食べれるご飯を買って、そしてダイソーに行ってきて、この1時間でダイソーに行ってきて、折り紙と粘土買ってきた何のためにって感じなんだけど、なんかこんなの見つけたの。お米の粘土だって。食べれるんかな、食べれんのか、食べれんと思うけど、なんか食べれそうなさ、なんかこの黄色と水色とピンクと白の粘土を買ってきました。これは暗いところで光るらしいです。なのでこれをちょっとやってみたいなと思って買ってきた。あとは折り紙折り紙買ってきた。なんか久々に折り紙しようかなって思って、かわいい、かわいいでしょこれ。これ粘土さ、気になったんよ。いや本当はなんかひげ飛びみたいななんか使いたかったんだけど、食べないですよね。で、私は今ねパスタ食べたんですよ。大盛りパスタを食べちゃいましたそう、ずっと前から食べたいなって思ってたパスタがあって、コンビニのね、そうめっちゃ食べたいって思ってたコンビニのパスタがもう1ヶ月ぐらい食べてなくて、でもあ、いいや今日食べちゃおうと思って食べちゃった。もう明日からまた食事制限。見てみて、こんなの入ってましたこれほんまに光るんかね、ピンク。少なそうだ。ありがとう、みんなギフトありがとうございます。何のパスタ、トマトパスタ、トマトパスタ、なんか光るんだって、楽しみ。ちっちゃい、少ないな量ブラジル何言ったことない、何ですかそれ、言ったことないね。首が痛い、あお、少なかった量が。明太子は食べれんのだよ私。こんな感じの粘土です。そう、ありがとうございます、ギフトありがとう。福太郎さんありがとう、忘れっぽいもちさんありがとう、チャーハン定食さんありがとう、ひなさんありがとう、くまるパパありがとう、福太郎さんありがとう、くまるパパありがとう、ひろさんありがとう、なっかーさんありがとう、くまるパパありがとう、ゆいさんありがとう、なめなべちょちょさんありがとう、よしぞみさんありがとう、なめなべちょちょさんありがとう、かんさんありがとう、ありがとうございます。ケイツケイさんありがとう、福太郎さん、うまありがとう、ありがとうございます。わっ、かやまちさんありがとう、花火ありがとう、ありがとう、たくさん10個もありがとうかやまちさんありがとう、ちりけいさんありがとう。じゃあ私は粘土を作っていこうって思う別に作りたい粘土とかないんですけど、私はさ、ありがとう、イネバスさんありがとう、レインボースターありがとう、たくさん猫今からガチいます。えガチいるの、え、あり、え、いいの、猫ありがとう、嬉しい、え、嬉しい嬉しい、猫たくさんありがとう、レインボースターありがとう、嬉しい嬉しい。結婚してじゃないのそこは結婚してじゃないんだ、ありがとう猫たくさん、レインボースターありがとう、
じゃん、もうそれほぼタワーじゃん。それありがとう猫、嬉しい。レインボータワー、ありがとう。ちゃんとあれね、取っとくね。ありがとう猫、たくさんありがとう。お礼するね、ありがとう猫。嬉しい猫猫嬉しい、マジでありがとう、ありがとうございます。かっこいい、ガチる、今からガチるって言ってありがとう、ありがとう猫、ありがとう、ありがとう。ヒロさんありがとう、ショウさんありがとう、山ちゃん遅れました、ありがとう。粘土得意じゃないよ別に、ちょっと作ってみたくて。どんな粘土にしようか。ありがとう猫たくさん、ありがとう。くれたけど25の昼夜ライブ最高やったね、楽しかった、来てくれてありがとう。ショウさん見つけたよ。四号は星野まさきさん、お疲れ様。キノちゃんラビュー、ひなさんありがとう、シーツありがとう、ヒデキンガさんありがとう。今日ヒーちゃんと遊んだ夢みたいな、何しとったん、遊んだ夢。しのまさきさんありがとう、ハート、ありがとうございます、ありがとう。ユニバースさん、タコちゃんありがとう、エリンさんありがとう、ハート、エリンありがとう。ハケスレジェ気になったもんで、元から子さんでしょありがとう猫、ほんまにありがとう。しのまさきさん結婚してありがとう、しないけどね。一応愛するありがとう、真一さん愛してね。エリンありがとう、ハート、ヒデキンガさんありがとう、金魚エリンさんハートありがとう、リュックさんありがとう、ありがとう真一さん、ありがとう、ヒデキンガさん、金魚ありがとう、リュックさんありがとう、たくさん、おはお花なんだっけ、こうお花じゃない、花火ありがとう。すごい、ちょっとお高い花火ありがとうございます、ありがとうございます。あの緑のやつはちょっとあれなのか、すごいありがとうございます、これありがとう、みんなありがとう本当に。そして私は今粘土をさしとるんだけどさ、何がいいと思う、何作ったらいいかな、何作ったらいいと思う。粘土って買ったのはいいんですけど、何も計画なく、あれ、わー、3位ありがとうございます、嬉しい、3位ありがとう、ありがとうみんな、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ゆいちさんありがとう、あ、しのばさきさんありがとう、ゆくさんありがとうね、ゆいちさんありがとう、しのばさきさんありがとう。あいちゅうとんは行ってないんですよ、来たかったけど、ネットクレイジーが欲しいなって、また会ったら参加する、参加してね絶対に。おやさん初見です、お高い花火、お高い花火ね、ありがとう、シーツありがとう、金魚よくさんありがとう、ありがとう、レインボースター10個もありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。浜田作ろうや、浜田が、浜田どういうこと、漢字ね、どういうこと、ワールドブチャンさんありがとう、頑張ってね、ありがとう、リョクさん、エリンありがとう、ジノキさん、足りない二人なのに、エリンの名前が出たよ、タワーです、ってこと、足りない二人なのに、エリンの名前が出たよ、タワーです、レインボー、ちょっと、可愛いの見てたよ、タワー、あ、そういうこと、みやさんのやつ、グーさん結婚してありがとう、ありがとうございます、しないですけど、結婚しないですけど、ありがとうございます。待って、ちょっと待って、なんかさ、なんか飛んできたくない、今飛んできたよね、なんか飛んできたよ、クマちゃんみたいな、なんかクマちゃんいる、クマちゃんいる、クマちゃんいる、クマちゃん飛んできたよ、ありがとう。キョエさん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。あ、キンドさん、ありがとう。金魚、ありがとうございます。山崎パンさん、かま、小山っちさんちゃん、ありがとう。ありがとう。みんな、ほんまにありがとうございます。ありがとう。ちゃんと、あれね、書いときますね。小山っちさん、ありがとう。まあ、
三くまちゃん、ありがとう小山ちさん、ありがとうくまちゃん、くまくまくま作ろう。え、くま作るのどう思う？くま作ることにする。これこれくま作るわ。いいね、ショールームってやっぱくまだもんね。くまにすることにした。今天才だわ、ひらめき、ひらめき。ありがとう小山ちさん、ありがとう。イベントが終わった後にあのあれするね、お礼します。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。どんぐらいのクマちゃん作ったらいいかな。白がさ3つしかないよね。クマのさ顔ぐらいしか作れんのだけどさ、どうしようかな。クマちゃんこれくねくね。粘土ってさどうやって遊ぶもんなんだったっけ。もうさ全然さ粘土とかしないお年頃になったからさ、粘土粘土ね、お年頃になったけさ粘土の遊び方を忘れてしまうよね。でこれはちょっとくねくねさしてこうやってくねくねさして。福島のひっかさんありがとう、花火。あきんどさんありがとう、あとどうしたありがとう、ありがとう小山内さん、本当にありがとう。泣きの坂間ねえ、たわありがとう、ほんまに。あれ、困りごとさだした。こんばんは、あしれまあしれぽいもっちさんありがとう、なっかさんありがとう。ひっちゃん髪伸びた、伸びたでしょう。ねえ、どうしたらさこのさなんかこの顔、くまちゃんのさ顔をしたいのにからさ、うまくくまちゃん作りたい。じゃあちっちゃいくまちゃんになるけど、ちっちゃいくまちゃん作っていこうって思う。ありがとうございます。くまちゃんいいでしょ、天才だね。こういう時にねあの頭が冴えるよね。じゃあこのくまちゃんをイメージして作りたいと思う。少し髪が乱れている。くまちゃんの土台を頑張って綺麗にします。コロ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 ってやってること小学生だよね、マジでこういうのしか思い浮かばない。天才ひーちゃん天才。福島のひかさんありがとう。くまちゃんいいでしょう、いいでしょう。くまやパパだからね、くまやパパもくまちゃんとこっちちちちってくまちゃんさ。でこれ白できたらくまちゃんの耳をピンクにしたいと思います。ピンク、ピンクちゃんかわいいね。この粘土臭くないです、そんなにいいですね、臭くないって。ステッチ、くまちゃんの耳を作っていこうって思う。くまちゃん、くまちゃんの耳作っていくよ。21歳が絶対することではないですけど、そういうの関係ないっていうことでね。くまちゃんの耳を今作ってます。どっちが顔がいいと思う？ここら辺じゃない？指的にこっちだな。くまちゃん、うわもう絶対可愛いよこれ。知ってくまちゃんさ光る、絶対光るんよこやつ。こうやってこうくまちゃんを、可愛いんだけど、やばー、あーかわいすんぎ。歯もすでにかわいくね。歯は響きさ天才かもしれん。これはこれはまし天才発見したと思う。浜田響き、どんだけ浜田響き言うねんって。エリーさんありがとう。こいちゃん、こいちゃんさラビュー。浜田さん画家、画家じゃない、画家、それ画家って読むっけ。画家じゃないですよ、こういうのね、ひーちゃん得意じゃないんですよ、やっぱみんながね。やっぱみんなにちょっとでも楽しんでもらおうって思って、ちょっとね粘土を始めてみました。あーかわいいね、かわいすぎるんだが。え、もうすでにかわいいよね。
可愛いんやけど。エリーさんありがとう、ハート。ひなちゃんおひいさん、おひいさん、くるかさんハートありがとう。いちお久しぶりです。とくしわのひくさんありがとう、久しぶりです。めいこちゃんと粘土せんせんな、めいこちゃんいこちゃんとは粘土せんね。粘土で遊んでるとこ見たことない。見て可愛くない？もうすでにさ天才やと思うわ、浜田ゆき。くるかさんありがとう。キャラクター描くの上手。そうキャラクター描くの上手やね私。でじゃあくまちゃんの体を作っていこうと思う。次は耳ができたからね、体を作っていこうと思う。まだわかりません。まあ大丈夫よ、ここからよ。で、はい、次ね。エリーさんありがとう。金魚サンキュー、サチいいちゃん、いいにゃん、いいたんしか見てません、ありがとう。ウェルチータンだね。ちょっと粘土をね、粘土って楽しいんだね。やっぱさ年を重ねると粘土なんてさしなくなるからさ。あ、こうやってこれ手をねこうつけたいよね。あ、でもいいんだ、いいんだわ。土台、手と足もピンクとかにしたいけんこれでいいんだわ。響きってなんて天才なんですかね。こうやってガチで作ってんの。タコタンさんありがとう。レイマスター、あ、多分小学生、小学校じゃないです、違います。こうやってよいしょよいしょよいしょ、くっついて、お願い、くっついてくっついてくっついてほしい。やばい、顔大きくしすぎた。す、逆だった、もしかして逆、これもしかしてだけど、ちょっと待って。普通に考えてさ、このクマちゃんさ、このショールームのクマちゃんさ体の方がさちっちゃいやん、やけんさ体ちっちゃくしたいにさ、なんかちょっと逆なったった気がするなーって。逆だったよねこれね。ちょっともうちょっとちょっとね、顔からもぎ取りたいと思う。もぎ取っちゃった、もぎ取っちゃった。でこの顔を整えようと思う。次はもぎ取られた、顔がもぎ取られたよね。ごめんね、ごめんしゃい、ごめんしゃい、ごめんよ、ごめん、謝る、謝るけどごめん。君の体作ってるの。そうなの、あんまいいちゃん全部いいけど、特に目がパッチリいい、ほんと。うん、響きも目が一番いいと思う、まだ。あ、やばい、形がいびつになってきた。いい感じだったのに。いいよ、だいぶだいぶね、いい感じ、今だいぶいい感じ。ひーちゃんじゃん、だいぶいい感じになってきた。でもね、体の土台やっぱまだちょっと小さいわ。猫に見えるの私だけ。猫に見えるんですけど、猫に見えるの私だけですかね。こう横にこうやっぱ大事よね。難しい、粘土でクマちゃん作るのってこんなに難しいんだ。絶対この世の中で粘土でクマちゃん作ってる人いないと思うんですよ、このアイドル界でね。いいと思う、そういう始まりの響きって感じでいいと思う。トマト丸かじり配信も前したんですけど、絶対そういうアイドルいないですから。チュチュチュそう、アンパンマンじゃないです、響きは天才です。ありがとう、画伯、画伯ってやん。シェルボイさんありがとう、ヤスベさんありがとう、自転さんありがとう。そう、クマちゃん作ってるんだけどさ、なんかいい感じにさなってくんないですよね。うん、やっぱ顔がでかい今だ。あ、危ないじゃないか。じゃあもうちょっと顔からもぎ取ろうと。ちなみに顔だけでもいいと思うけどさ、うーん、クマちゃんに見えんくなってきたんだけど私。どう思う、猫にしか見えん、これほら。よいさんありがとう、金魚。うちさんありがとう、久しぶりんちゃん、久しぶり。よいさんありがとう、金魚かわいいって。ひちゃんかわいい、ほんと。
よしよし、おいしょしょ、おいしょ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 って感じ。はい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 、トゥトゥーン、こいこい、お、いいんじゃない、土台がね、まんましっかりしてきた。こうやってくっつけてるんだけど、頑張れ頑張れ、あ、わわわわわわ、ね、デブッチョになってきた。雪だるま作った方がいい気がする。難しい、みんな助けて。イベント頑張、ありがとう、リュックさん、ありがとう、ひなつ、ありがとう、金魚かやまちさん、ありがとう。ふんにゃーふんにゃーふんにゃーほらららら、チュ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 、あ、どう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 、マシになってきた、マシになってきたと思うんだが、はっ、くっつけ、くっつくのだ、いいぞいいぞ、くっつくのだ、くっついてくれ、お願いだ、私のお願いを聞いてくれ、くっつくのだ、君ら体を合体させてます、頑張って。何を見せられてるってファンの人思うよね、みんなシャーイって。今私は一生懸命クマちゃん作ってるって。いいよ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 、いいぞいいぞ、いいいい、おお、ね、見て、なんか体いびつくなってきたんだけど。キュ見て、首ですごい人。りょうくさん、ありがとう。ひろさん、ありがとう。ねえ、なんかおかしいから。粘土って直してこんなに難しい。さっきまで私、いい感じだったよね。なんか単なるくびれ作ってる人みたいになっちゃってるからさ。難しいよね。キュッ。キュッ。キュッキュッ。キュッキュッ。キュッキュッ。じゃあクマに見えるようにもっと耳を大きくすることにする。こうやって。自分で訂正っていうの好き好きよ。胴体がね難しい、なんかいびつくなってきとる。なんかもうさ、よくわからんくなってきた。何のマスカット作ってる？クマちゃんだよ、クマちゃん、クマちゃん作っとるのにさ、全然クマちゃん出てこなきゃ。クマちゃん可愛いでしょ、粘土で、粘土で作っとるんだけど全然いい感じになんないっていうね。おかしい。花火別イベントに加算されると思うよ。加算されます、ぜひぜひ。ねえ、おかしい、確実におかしい。もうさ、これ耳をめっちゃ大きくすればさ、クマさんに見えるよね、絶対的に、絶対的に見えると思うの。だから響は試行錯誤をしている。浜田響、こうやって花池、インパクト的なアイドルですか。そうですよ、インパクト的なアイドル目指してるんでね。クマちゃんの耳を大きく大きくして、え、いいんじゃね、いい感じだよ。あ、すごいいい感じになってきてる気がする。どうどう、白尾崎さん、ありがとう。気配呼ばれてる感じがする。確かに飼い主気だるまにしないよ。クマちゃんにさ、間につまやじとかとかかわした。つまようじこないだなんか全部捨てたんですよ。捨てちゃって、なんか全部床にブワーってなっちゃって捨てちゃった。あ、耳が取れちゃう、やばいやばいやばい。ちょっと耳をね、ちょっと大きく頑張るね。チュチュチュ、ダースさんありがとう、ダースさんありがとう、たくさんね、モスさんありがとう、ありがとうごじゃる。
ありがとうごじゃる。接着剤でつけたらいい感じな気がする。おー、くまちゃんっぽいじゃないか。ちょっと待ってくれ、いい感じにさせる。浜田ひゆきは確実に。ラスさんありがとう。くびれそう、ひーちゃんもくびれすごそう。ひーちゃんくびれそこまでありません。どう、完成形に近づいてきてると思うんだが。だいぶ、あ、なんか大きさがちょっと違うのが気になっちゃいますね。ちょっとこの耳で形を整えて、もうちょっと大きくていい気がする。せっかくだからね。でも足もね、必要ないよね。足も、足も必要だから、足と手も必要だから、良くなってきたし、かわいい。ありがとう、キョエさんありがとう、カツオさんありがとう、シルバーさん結婚してありがとう。しないけどね、しないけどありがとうね。お、そう、クマちゃんの足を作ってます。私は今まだクマちゃんみたいなもの作ってる。そう、まだクマちゃんみたいなもの作っちゃってる。まだまだね、難しい。完成が難しいね、この粘土って。思ったよりも難しくて、どうしようって感じ。そして顔もね、塗らなきゃね。見て見て、クマちょっと難しすぎる。顔どうやって描こう。顔は青で描くか。クマちゃんの、じゃあこのクマちゃんのここら辺のお口のところをピンクで薄くこう、こうまとっていって。平次さんありがとう。ないとは言ってない、ないとは言ってない。何してんだろうね、ほんま浜田ひゆき。何してんだ、マジで。あ、大きすぎた。小豚ちゃんに見えてきたよ、私。小豚ちゃんに見えてきてる、浜田ひゆき。もうなんか、小豚ちゃんに見えてきた。あ、まだでかい。まだでかかった。ちょっと待ってくださいね、皆さん。紙粘土、これはね、光る粘土、お米の粘土です。いや、2つのことを同時にできるなんて、粘土はね、できそう。喋りながら、学校の図工とかでもさ、喋りながらさ、ねえ見て、豚ちゃんに見えてきた。クマちゃんです、しっかり。はい、そしてお顔は水色で描きたいと思います。はい、コネ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 して、ぴょーんにゃ。お、あんまり可愛くないかもしれない。ちょ、可愛くないけど、ちょ、マジで豚ちゃんに見える、小豚に見えるんですけど、どうしましょうっていう。とマジでおもろい。あ、でも顔ちょっと怖いかな。ちょっと豚すぎて、ちょっとやばい。みんな完成形楽しみしてて、3期生ってユニさんと重なってた。重なってないね。はい、なんかちょうど日々たちが入る頃にって感じだったかな。でも会いましたよ。パルコアラに見えて、何パルコアラって初めて聞いたんだけど、なんかさ、やばすぎ、下手すぎて笑える。笑える。うふふふ。あー、なんか落ちちゃった。どこ行った？アタピの粘土。アタピの粘土。どこに行ったのかしら。
見て見て見て、どう？怖すぎる。ちょっとくまちゃん作ったのはいいものの、少し怖い。可愛い運気出てきた。本当に本当に言ってるそれ、マジで。ちょっとここにお目目描いて、眉毛も描いてあげて、眉毛ピヤンピヤンピョ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 ン。ちょっと面白い。ビシ初見です。ビシは確かに。エリーさんハントありがとう。ヤスありがとう。ちょっとあの簡単に丸になったことあります？面白くない。食べれませんよ。こわちゃんできたけどさ。できたよ、できたけどさ、やばくない？これやばすぎるんだけど。これちょっとでも愛着湧きそう。これはこれはこれでね。じゃあ黄色をどっかに足したいと思います。私のペンライトから。じゃあチークにする。黄色をチークにしたいって思う。あーこの年になってね、粘土で遊ぶことになるなんて思わなかったですよ。皆さん想像してました？私が粘土するなんて。あら可愛いじゃない。どうか食べれませんよこれは。耳伸ばすとウサギさんに耳も見えそう。確かに。えショールームのさあクマちゃんをさイメージして作ったのにさ一生できなかった。あショールームのこの頭の線入れてみるか。トンジュ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 ン。あぽいんじゃない、ぽいんじゃないの。ほらちょっとぽいんじゃない。そしてクマちゃん、あこれだ、足りんかったの。耳の耳の穴を作んないといけないんだね。うわこれでぽく見えますね。気持ちはうわ見える見える見える。少し少しね、見える見える。一生懸命さ作ってるからさ見てほしい。かわいい。見てクマちゃんに見えてきたよ、見えてきたよ。確かにクマレポーポーっぽい。ひーちゃんが作れば何でもかわいい。本当に見て、かわいいじゃない。ほらかわいいじゃない。これ鼻先作ったら。確かに鼻先もだ。私がさなんか猫っぽい感じで描いたからさ。天才、みんながいたらいい感じにできそう。ちょっと違う。なんか違うって感じ。でも可愛くない？可愛いんだけどさ、ブシャイクだよね、どう考えても。どうかわいい。後ろから見たらかわいい。いや後ろから見てもかわいくない。後ろの方がかわいくなかったよ。リップ塗りすぎのクマ。確かに。でもかわいいでしょ、かわいいでしょ、これかわいいでしょ。どうのりさん、ハートありがとう。ねえ守護天。怖いって言わないで。目は潰しちゃった。ショールームのクマちゃん、浮世絵、浮世絵しないで。ちょっと面白いかもしれない。響きの才能です。天才すぎてひーちゃん泣きそう。目はハートじゃないの。可愛いでしょ。
クマちゃんという名の豚ちゃん。そうです、ガセキョンボの新しいマスコット違いますよ、もともとタワーそう、タワーのねクマちゃんを真似したらね、ちょっとなんか全然違うのになっちゃったんですけど、美味しそうってやばすぎる、楽しいよこれ。よしげあきさんありがとう、かわいいって。花も青色で作れば、確かに花青色で作ってみるか。じゃあちょっと待って、でもねなんか可愛く見えてきた。これさ X に載せるわ。これなんかショールームのくまちゃん作ったらこうなりました、怒られるかな。ちょっと怖くなった、水色にしたらちょっと怖くなっちゃった若干クマモン感がある気もする。お、確かにバミあるよね、可愛いよね。 LINE の、え、 LINE じゃない、 X ネタにしようかしらいいんじゃないこれじゃあこれ X に写真あげるので見てください元気出そうじゃないこれ。でもね思ってるより可愛いよ。あ、 YouTuber みたいな、こんな感じで、はい、こんな感じでちょっとできました。こまいちゃん、これ光るらしいので暗闇で光るそうです。これちょっと電気消してみましょうか。電気をちょっと消してみたいと思います。ちょっとお化けになっちゃうかな、お化けになっちゃうかもしれないよね。あ、ダメだった。ちょっとホラー、あ、見て少し光ってるちょっと待って、ホラーすぎる。ちょっと光ってるの分かりますか見て、ちょっと光ってる、ちょっとだけ光ってるちょっとホラーすぎて怖かったやばすぎるな感じでしたね。かわいいです。ひーちゃんの渡りするからサックスありがとう。金魚いわいが美味しそう、ナイスポイ。尻尾つけたら、確かに尻尾つけちゃおう。口も、口を掘ろう。口どんな感じなんこれ。パンダって尻尾あるっけ。尻尾あるか、パンダじゃないわこれクマちゃん作んで、どうよ、かわいい。あ、かわちいでしょ。かわい、ああ大事な足が取れてしまった。じゃあこれは X に載せるのでぜひご覧ください。かわいいでした、ありがとうございます。はい、結構ねいい感じのクマちゃんできて幸せでした。お口ほっとこうか。じゃあ、じゃあかわいいクマちゃんお口ほっとくね。はい、なんかちょっと老けたこのクマちゃん、このクマちゃんちょっと老けてるな。まあそういうことで、まあこんな感じでできました。クマちゃんありがとうございます。チュンタさんハートありがとう。夢にできた夜のクマちゃん、そうです、鼻大きいよね。このクマちゃんポケモン見たことある、見たことあるの。竹まつるさんありがとう。食べたら甘そう、確かに。クーさんかわいい、ありがとう。怖い、怖いよねちょっとね自由研究かなこれはね。まあちょっと良くなった、本当でしょ。赤サタナさんこんばんは。だだかわいく見えてきた、そうでしょ。ひーちゃんに似て、おっとじゃないのよ。いやどう考えてもひーちゃんに似てないでしょ。かわいい、でもホラーだった。光ってたよね、もっと光るのに。今夜寝れるかな、寝てください今夜あなたの隣にこのクマちゃんがいるかもしれません。寝るとき自分で見て驚くで、確かに楽しそう。ひーちゃんきリボンつけて、リボンつけたら可愛いかも、確かに。パンダ間違った、ウッディキャンディフークトリーの店内に置いてあります。何それ、ありそうかな。巨人ありがとう、ありがとう、ありがとう。花火やるの、あそこ怖いじゃないのよ。でも可愛いのでおロケでーす。結構楽しかったですね、一人でこんな粘土をするなんて思わなかったですけど、また今度
はい、これをぶっ壊してね、なんか作りたいと思います。はい、はい、そういうわけで一旦粘土はおしまい急激に終わりましたね。でも可愛かったくまちゃん、いい感じじゃない？初めて作った割には。ひろちゃん可愛い、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ビンゴの神様ありがとう。はい、もうこんな感じでね。じゃあ次は、次響きさ、せっかく折り紙買ってきたけさ、折り紙やりたい。折り紙やろうかな。折り紙はね、なんか可愛い感じの折り紙買ってきました。じゃあこちゃんの宿題手伝ったし、確かに寝の愛し良かったでしょう。それからも楽しかった、クマチョイスありがとう、こちらこそありがとうね。ゆうなんちゃんプレゼントしたらゆうなんちゃんいるんかな、こんなん。折り紙可愛いじゃない、可愛いじゃない。これ折り紙響き、とりあえず一旦チュル作ろうと思う。可愛いです、響きは折り紙作ってます。折り紙を、折り紙久しぶりにする。折り紙ってさ、めっちゃさ、すごいケースとか持っとって折り紙入れるやつとかね、大量だった。てかさ、クマ作ってるだけで30分ぐらいかかってない？私気のせい。おいしょ。あ、私のクマちゃんがやばい、壊れてしまう。はい、一旦私はツルを作っていきたいと思います。ツルをね、ツル、なんかさ、ないかな、折り紙で遊べるゲーム。あ、なんかあるよね。結構折り紙は綺麗に、あの、折りたいタイプなんですけど、すごいちっちゃい頃はね、折り紙好きでした。はい、あ、けん玉買えたらよかった。けん玉何回できるかとかやりたかった。ひーちゃんほんと女子力が高い。いやいやいや、女子力は高くないですよ、いーちゃん。女子力ないですからね。女子力ないですけど、まああることにしておきましょうね。はい、でも鶴をね作ってます。これでさ、この折り紙でさ作った、かわいいだよ絶対。これ遅れてきて正解でした。遅れてこないで、楽しいね。思い出しました。何それ、船作るってこと？よいしょ、ちゃん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 今ここまで作りました。皆さん、ここ折り目をつけてからつる作るタイプですか？私は結構こうやって折り目をつけてからつるを作るタイプです。私、折り目をつけないとつるは作れなくて、こうやって折ってやります。けど保健室ラジオの続き、そう、いや、けん玉さ、昔本当に大好きで、小学校の時ずっと一人でね、けん玉練習してたりしたんですよ。で、なんか1000円ぐらいの高いけん玉買ってめっちゃできてたんですけど、やっぱしなくなるとね、下手になっちゃう。あ、あと2位まで、あの、3828ポイントらしいです。皆さんありがとうございます。2位まであと少し、ありがとうございます。どの人がツール折れるらしい。そうなの、カバちゃん結婚してありがとう、ありがとう、結婚はしないけどありがとう、ありがとう、ビンカの神さんありがとう。ハワルさんって器用、器用じゃないよ。今ここまで作りました。で、折り目をつけたら戻して、で、折っていきます。このさ、こうやってこうやっていくところが一番難しいって思うんよ。綺麗にね作っていきます。なぜ私は鶴を作っているのかよくわかんないんですけど、なんか折り紙欲しくなったので、よいしょ。しかもなんかこの折り紙さ、可愛かったけんさ、買ったんですよ。
感じいい感じ、皆さんいい感じにできてきてます。浜田響きいい感じです、今のところね、今のところいい感じよ。おーおーおー、いいよ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 、めっちゃうまいよ。ほら、え、パクパクしましょう。あ、パクパクのやつさあるよね、どんなやったっけ、ちょっと後で作ってみるわ。見て、めっちゃ綺麗じゃね、やばい。カレンダー、カレンダー、まず鶴作ったりしたことある、何が未来作ると、え、楽しいよね、わかる、よくやってた、よくね、折り紙をやってた。そういえばさっきさ、響き器用なのって言われたけどさ、まあ一応美容学校行ってるから器用ではあるんかな、どうなんだろうね。あ、やばい、破けた、あ、破けたってことは器用じゃないかもしれない。やべえ、ここまで綺麗にしたのに破れたよ、ちょっとだけ先がね、先が破けちゃった、一番大事なのに、ショッキングって感じですね。ちょっと折り込んでます、私、じゃーん、折り紙、折り紙なんて飛行機しか作りません。あ、飛行機ね、飛行機どこまで飛ばせるとかとかさ、やったら楽しいと思う？よいしょお、いいんじゃないですかね、見て見て、ここまでやりました。ショッキングの言い方、ショッキングじゃないほんま？うそーん、うそーん、あら、これどうやってするんやったっけ、うわうわ、あ、こうだわ、こうやってこう、こっちにやります。はい、ここまで順調です。はじめだよさん、ありがとう、ファイト、ありがとう、ガワさん、ハットありがとう、エイターさん、ありがとう、花火ありがとう、配信やる気出してると思ったら、イメそうなんですよ。のりさん、ありがとう、リンボスター、さっき気掴んでもらって目つぶってもらって折り紙返す、だます的なやつ、何それ、初めて聞いたか、伊藤さんありがとう。じゃあもうそろそろね、鶴ができます、少々お待ちください、少々お待ちください、少々お待ちくださいな、ちゃん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 、てかやばい、てか覚えないといけないものが多すぎてさ、怖いですよね。ちゃんちゃんちゃん、ちゃん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 、ちゃん、ずずんちゃっちゃ、ずんちゃっちゃ。はいはいはい。あ、もう2ができます。やっぱなんかさ、ずっと折ってなくても折れるもんなんだね。どっちが汚いかな、こっちかな。できました、響きの、私の久々に作ったツルー、なんか短くなりすぎた、え、またた、えー、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうしんちゃんさん、え、ありがとうしんちゃんさん、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、お前もね、くれたのにありがとう、ありがとう、ちゃんとメモっとく、ありがとう、イベント終わった後にね、お礼するのでありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、うーん、ありがとう、ほんまにありがとう、ありがとうございます、しんちゃんさん嬉しい、ありがとう、花火バーン、花火バーン、ありがとう、ありがとうございます、マジで嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、福原さんこんばんは、こんばんは、ありがとう、ありがとう、福原さん、ありがとう、ありがとう、あの時の部屋活動、あれ、あれ、それやっとった、やっとった、
みんなで鶴作ってた。確かに。そう。ケンヤさんありがとう。カオさんありがとう。レイモスター。コジアスさんありがとう。ヨイさんありがとう。花火。とりあえず次何時にやるか決めよう。ね、確かに。何時にやろうかな。でも別にさ、何あれでしょ、これさ、1時間1時間こうさ、カウントとかがないけんさ、そのまま続けてもいいってことでしょ、違うの？ありがとうございます。じいちゃんさんほんまにありがとう。はじめだよさんありがとう、頑張ったって、ありがとう、パカーン、ありがとう、ありがとうすぎる、ほんまにありがとう。しんちゃんさんありがとうございます、本当にありがとう、ありがとう。一応いいな、お見送りひーちゃんかわいいやってよかったです、本当に嬉しかった、かわいいって言ってくれて嬉しかったです、マジでありがとう。ステージの笑顔も素敵だけど愛心の笑顔もかわいい、ありがとう、イエーイ、嬉しい。昨日ゆうなんとね、一部の公演見たんですよ、この間のね。すごい良かった、自分たちも見ながら、あ、なんか見どころのあるライブだったねって言いながら、まあところどころ失敗してるところが映ってたりとかあったんですけど、まあ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 みたいな感じでした。ひーちゃん話し方かわいいよね、ほんとかわいい、そのうれしみ、話し方かわいいって言われる、うれしみ、そのままでも OK、 そのままでも OK。金野さんありがとう、岡山市さんありがとう、金魚ありがとう、金野さんありがとう、たくさん来た、ありがとうございます、イベント頑張ってくださいな、ありがとう、自分のよさん嬉しい次は名前覚えてもらえるように通いますね、お願いします、ぜひぜひたくさん話しよう。川さんありがとう、まお、まおさんありがとう、こんばんは、ただいまおかえり、りかありがとう、花火、ゆうちゃ、ゆうちゃ、次の僕、ん？次の僕と新しい自分を握りしまくってます。ありがとう、ほんまに。ありがとうございます。はい、こんな感じで。あと、3位との差が48ポイントです、皆さん。48ポイントになりました。はっ！ 2位！イエーイ！嬉しい！え？え？ 4 位から2位になった。嬉しい！ありがとう！ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございます、本当に嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、サンキー、みんな魅力的で頭抱えてる、もうみんな可愛いしね、最高、ひーちゃんが好き、やれひーちゃん、ひーちゃん、ひーちゃん、やっほーいって、嬉しい。そういうのあと2人で見たよ。そう、なめなめ社長さんありがとう、おいしい、ありがとう、ディーカありがとう、花火に嬉しい、嬉しい、嬉しい。なんかさ、響きイベントでさ、まあ言ったけどさ、あんまりさ、ちゃんとさイベントに出たことがないからさ、初めてで嬉しいです、パチパチ、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。あ、やばいえ、どうしたらいいと思う？もう7時さ54分やなんけどさ、これはさ、そのまま続けて配信するか、あれがいいと思う、一旦やめてちょっとしたしてからした方がいいと思う？みんなどっちがいいと思いますかどっちがいいと思う？響きさっきアイス買ってきたんよ、私はね、どうしようかな。みーちゃん今までイベントよかったら嬉しい、嬉しい、そうなんですよ、ほんまに嬉しい。正月の舞台から無理にサンキー見たらみんなキラキラアイドルになってて、ね、ほんと嬉しい、嬉しいな。みーちゃんまた来ます、また来てね、東京舞台も来たいね、東京舞台、そうじゃんね。え、私も昨日知って、舞台東京であるんと思って、私出れるかな、もうめっちゃ出たいんですけど、めっちゃ出たいので絶対出ます、はい、私的には絶対出る気持ちでいるので、はい、出れたらいいなって思ってる、出たい、確実に出たいなって思ってるから頑張りたいと思います。
10時だとみんな帰ってるから10時がいいかな。改めてやった方がいい。じゃあ改めてはやったらいいかな。10時がいい？みんな何時がいいと思いますか？改めてた方がいいか。時間空けてた方がいいね。8時半からないと見ます。ないか。そっか。1時何時間まで？3時間まで。あと残り1時間なんよ。わらぶうちさんありがとう。食べなさい食べなさい。アイス食べます。しのまさきさんありがとう。はい、おいちゃんから続けてほしい。まあどうしようかな。東京来てめっちゃ行く。アイスはもうのいちごおいしい。誕生日一番近い公園やから来て。絶対行きたい。たら20、10時がいいかな。どうしようかな。10時。わあ、何時がいい？マジで迷う。10時からがいいかな。10時からにする？10時からがみんな見やすいかな。10時ぐらいがいい気がしてきた。9時はくだらないとが始まるんでしょう。くだらないと、くだらないと何時からだったっけ。うわ、どうしよう。うわ、10時にします。10時からにしたいって思う。じゃあ10時にしますね。スタジオっぽい服を着て、ま、違います。ひーちゃんのね、今日ありがとう。ゆきらちゃんありがとう。ありがとう。ひーちゃん買いすぎてめっちゃ気になる。気になってください。じゃあ10時にします。次の配信ありがとう。じゃあ10時にしたいって思う。じゃあ壇上読んでいきます。では13位ヒデキンガーさん、12位なべなべ象徴さん、11位ヤキンダさん、10位ヨシゾミさん、9位ティーカー、8位ダースーさん、7位はじめだよさん、6位ユニバースさん、5位ヨイさん、4位リョクさん、3位しんちゃんさん、2位ネコ、1位はデデンデデンデデデデデン、クエマチさんでした。ありがとう、ありがとうございました。ではじゃあ次は10時から始めたいと思うので、ぜひ10時に来てくれると嬉しいです。お願いします。まるちゃんハートありがとう。ありがとう、みんな教えてくれて。じゃあ10時に会いましょう。またありがとうね、みんな。ほんまにありがとう。小山内さんたまありがとう。猫もたまありがとう。ほんまにありがとうございます。じゃあ10時に会いましょう。じゃあまたね、後で。アイス食べます。